はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクの初級編ということで、お腹を引っ込めたい人にね、おすすめなプランクを紹介します。まずですね、一般的なプランクなんですけども、体を持ち上げてキープ。今の分はですね、男性は今の分でもいいんですけども、女性はしっかりね、腰を丸めて行わないと反り腰が悪化します。というのもですね、男性は基本的に骨盤がまっすぐなんですけども、女性は赤ちゃんを産むためにですね、男性よりも骨盤が前傾してます。なので男性よりも女性の方が反り腰のね、状態が多いです。なので反り腰の場合でですね、プランクやってしまうと、腹筋よりも脊柱の方に効いてしまって、背中がね、もっとこう反る力が強くなってしまいます。なのでプランクをするときに、お腹をしっかり引っ込めて腰を丸めることができる人はね、普通にプランクをやってもらったらいいんですけども、それがまずね、そもそも腰が丸くならないよっていう人も多いです。体を持ち上げても、こういう風に反れてる腰をこうやって丸めることがね、まずできない人多いです。丸めるにはお腹をしっかり締める力がいるので、これがもしね、できない人はシットアップをしながら大腰筋をしっかり伸ばしてください。そうすると取れた腰が丸くなるっていう可動域が広がります。こういう感じ、ちっちゃく丸くなってください。これでしっかりストレッチをした上でプランクをやっていきます。今回のプランクはたったの20回です。まず10回は腰を丸める練習、もう10回は腰を丸めたままプランクです。今回初級編ということで、膝をついたまま行います。まずはうつ伏せになった状態でですね、膝をついて体を動かします。初心者のよくあるあるがですね、体を持ち上げたらついついね、足を前にやっちゃう。これダメです。うつ伏せになった状態の膝の位置から腰を上げる。でこのまままず10回反って丸める、反って丸める、こういう感じです。しっかり反った腰を丸める。この丸める練習をね、しっかりやってください。ちょっと動きがね、18筋なんですけども、ここは気にしないでください。エクササイズの一環です。腰を丸めて反る。これまず10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度続いて腰を丸めたまま体を前にね、持っていきます。反れないよう必ず腰を丸めたまま10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あー、結構効く。お疲れでした。膝をつくプランクでもしっかりお腹を締めてやれば結構効きます。今タートル結構お腹痛かった。で今回ね、膝を上げて通常のプランクをする前に、まず今日やったこのプランクがですね、できるのかどうなのというのをまずやってもらいたいです。腰をしっかり丸めれない、お腹を締めとけれない人はね、腰が反れたままプランクやっちゃうと反り腰が悪化するので、そこはね、ちょっと段階踏めてないです。まだなので今回みたいに腰を丸めて反って、丸めて反ってでも10回やって、腰をしっかり伸ばして腰を丸めたままで膝ついてプランクをするっていうのができてからですね、膝をつかないプランクに移行してください。ということで今回は通常のプランクが自分にできるかどうか、合ってるかどうかという動画でした。よかった方はコメントやグッドボタンお待ちしています。今回もご視聴ありがとうございました。